り無駄か。これ以上のチャクラ消費はまずい。時空間移動ができなくなる。取り合ってもらえないなら君を始末する。からの最後の生き残りコード、お前が飼ってる悪趣味なペットのことも知ってるぞ。十尾の妖体らしき美獣だな、あれは。奴らのこともいいけど、僕がいるってこと忘れないでくれるかな。奴の秘密はそれだけじゃない。奴が突然姿を消したように見えたのも、実際は自分自身を小さくしていたんだ。何を言い出すかと思えば、そんなクソみたいな提案をするためにわざわざ出てきたってのかい。大月式は僕にとっての神だけど、奴らはこともあろうにその神を手にかけた。だからこそ一人残らず報いを受けさせる。用なら済んだ。自分の程度が忠告しておいてやろう。